コロナ禍が落ち着き、さまざまなイベントが復活。活気を取り戻した2023年の夏。この波に乗り切れないイベントがあります。定員9000人に対して、今日現在で4200人くらいのエントリーになってます。11月12日に予定されている松本マラソン。昨日現在、定員の半分にさえまだ達していません。4月末にスタートした今年の受付。6月25日が締め切りでしたが、今日現在今のところ約3000人の方に、3000人もの多くの方にエントリーをいただいているのが現状です。ただ定員9000人に対しての3000人ですので、とにかく私ども反省するしかない。たった3分の1しか募集がなく、8月いっぱいまで締め切りを延ばしました。自虐的な動画で参加を呼びかけましたが、残り2週間となっても4200人という厳しい状況が続いています。現実として、9000人定員としてスタートはしているので、本来そこを目指さなければいけないんですけど、なかなか今の段階で9000人ということは考えづらいというところもありまして、なんとか8月いっぱいまでに5000人はクリアしたいなというように考えています。実は3年ぶりの開催となった去年も、1万人の定員に対して5000人余りのエントリー。実際に走ったのは5000人弱となりました。市民マラソンブームと言われる中、なぜこれほど人気がないのでしょうか。もう少し大勢参加するかなと思っていたんですけど、今聞いてちょっとびっくりしましたね。PR か何かが足りないのかな。あとはコースが厳しいって聞いてるんで、市民ランナーの方にはちょっと厳しいコース取りなのかなとは思いますけどね。同じ日の11月12日に行われる福岡マラソンや岡山マラソンは定員を大きくオーバー。ランナーは抽選で決まるほどの人気です。一方、松本マラソンの不人気は去年から変更した2つの点にあると見られています。コースを変えて緩やかな坂道が10キロ続く難コース、そして台風などで影響が大きかった10月から11月開催に日程を変えたことです。松本マラソン前半の15キロくらいまでは非常にこう楽しめる、松本城をはじめ駅前通り、すすき川上りの山の方に入っていく区間っていうのはとにかくきついだけになってしまうので、なんとかその10キロを、乗り越えていただいて、最後フィニッシュのスカイパークへ行っていただきたいということで、とにかくそこの区間を、楽しんで、苦しいんですけど楽しんで手厚くしていきたいなって考えています。とにかくエイド、はいね、この松本マラソン超集中的にやってきますので、一番きつい事務局では沿道で出される栄養補給の食べ物や飲み物、いわゆるエイドで特徴を出し、他の大会と差別化を図ろうとしていますが、応募数はなかなか伸びません。締め切りは31日、あとちょうど2週間です。